生田国夫は、日本の政治家、医師、滋賀県湖南市長、元滋賀県議会議員、元厚生町議会議員、生田病院理事長。1974年3月、大阪医科大学医学部卒業。2000年、厚生町議会議員に初当選。2007年4月、滋賀県議会議員選挙に自由民主党公認で、立候補し初当選した。 2012年10月14日に行われた、湖南市長選挙に立候補するも、現職の谷畑英語に敗れた。当日有権者数、4万1813人、最終投票率 49.、49.98%2014 年7月4日、告示、7月13日執行の県議選補選に、立候補し、無投票により3期目の当選を果たす。2018年から副議長。 2019年から議長を歴任。2020年9月15日、任期満了に伴う湖南市長選挙へ立候補するため県議を辞職。同年10月11日告示、10月18日執行の市長選に新庁舎整備計画の見直し、中学生以下の医療費無償化などを公約に掲げ、立候補。無投票により初当選した。市長の傍ら、 生田病院を経営する医療法人社団、美少会の理事長を務める。市長選に再始自由民主党を一旦離党したが2021年1月に復党している。ありがとうございます。